久々の大帝国劇場ですね。おかえり二人とも。さくらもさっき帰ってきたところだよ。元気そうね、カンナ。大神さん、マリアさん、お帰りなさい。はい、舞台の稽古ばっかりで剣の腕が鈍ってたのか、たっぷりしごかれました。あたいはバッチリさ。野生の牛と戦って素手で倒したからね。それはすごいわね。やっと親父に一歩近づいたよ。アイリスは遊び疲れて自分の部屋でお昼寝しています。コーランは部屋でまた何か作ってるみたいです。さっきも爆発音が聞こえてましたから。スミルはサロンにいたよ。あいつと来たら特訓もせずに毎日出歩いてたらしいぜ。隊長、彼女たちの様子でも見てきたらどうです？なんだ言ったって、飯を食うのが強くなるための一番の方法さ。好き嫌いなく何でも食べる。簡単そうに見えてどんな修行よりも難しいんだぜ。隊長は好き嫌いはあんのかい？そりゃ大したもんだ。やっぱりどうせ食うなら美味しく食べたいもんな。ごちそうさま。やっぱりここの飯を食うと帝劇に戻ってきたんだなって実感できるな。じゃあな隊長、また後でな。いえ、お稽古なんてものじゃないんです。久しぶりに戻ってきたのでちょっと舞台を見に来たんですけど、舞台に立ったらいつの間にか体が自然に踊り出していたんです。そうですね、去年の4月にここに来た時はちょっと不安だったんですけど、今は舞台に上がるのがとっても楽しみなんです。久しぶりに踊ったら気持ちがとても落ち着きました。じゃあ大神さん、私はこれで失礼します。どうしたんですか、こんなところで。なんだか懐かしくて、何しろ3週間ぶりですし、つい体も休めずうろうろしてたんです。お互い様ですね。では私はこれで失礼します。
なた？大神くんね。空いてるからどうぞ。お久しぶり、大神くん。しばらく見ないうちに、ずいぶんたくましくなったようね。ところで、大神くん、どうしてここへ？アイリスは今、成長期なの。いくら寝ても寝足りない頃よ。大神くんも覚えがあるでしょ。大神くん、アイリスにもただいまを言ってあげて。大神くん、アイリスのこと気がついてる？今のアイリスには眠ることが必要なのよ。心と体の成長のためにね。それじゃ、私はこれで。私は部屋にいるから、何かあったら寄ってちょうだい。中に入って。積もる話は後でゆっくりするとして、大神はうちにいようやないの？ほんまやね、うちも大神はんに会いたかったんや。それに、正直ちょっと不安やったし。うちらでは完全にお手上げやもんな。ほんまヒヤヒヤしたで。ううん、かまへん。無事に帰ってきてくれたらそれでええんや。米田派に頼まれた仕事も終わったとこやったし、ちょうどええタイミングや。あっ、しもた。またこれ内緒やったわ。な、なんでもない。さ、仕事しよう仕事。ほんならな、大神派。うちには夢がありますね。夢言うても大したもんやないけどな。空を自由に飛びたいねん。あれは浮いてるだけや。うちが言うてるのは自由な翼で飛ぶということや。大神はん、今ある飛行機って代物をどんなもんか知ってはる？それそれそれや。墜落墜落、また墜落や。設計にも出力にも問題がありすぎるんや。そやけど
うちらが漁師家中に使うてる技術があれば中国まで飛んでいくこともできるはずや。でもうちは知っとる。そんなうちがずっと小さい頃や、その人自分で作った飛行機で日本に渡る言うて。何にも言えへんかったし、何にも約束したわけやない。その後のことはうちも知らんけどな。自由に空を飛ぶことでうちがあの人に追いつけるんやないか、その時からそう思ってますね。え？うん。おおきに、大神派。大神派。どな、大神は言い忘れてたけど、その人な、ほんまに大神はに似とったで。ほなまた後で、大神は。久しぶりですこと。お買い物ですわ。お洋服、宝石、香水、そして超豪華なディナー。美を磨くのが私の特訓ですもの。どういう意味ですの？私は自分にできることをやっていただけですわ。私が何をしようと少尉には関係のないことでしょ。少尉はきっとこうおっしゃりたいのでしょう。俺たちが汗水垂らして特訓している間に何をしていたとね。私は自分のできることをやっていただけですわ。何でもありません。失礼いたします。大神さん、あまりスミレさんを責めないでください。私知ってるんです。スミレさん朝から晩まで奔走していたんですよ。帝劇の兵器開発費を出資してもらうために。夜は財界のパーティーに、昼は観光庁巡り。おかげでスミレさんこの頃ろくに寝てないはずですよ。スミレさんってあまりご実家との仲が良くないんです。家を半ば飛び出して花組に来たようなところがあって、そのスミレさんが実家に頭を下げに行ったんです。神崎家から他の財閥に出資を依頼してもらうために。スミレさんのおかげで集まったその多額の資金投資のおかげで、一時は止まっていた花屋敷の兵器生産ラインも動き出したそうです。それに大神さんたちがいない間、
帝劇を留守にするわけにもいかないでしょ。スミレさんって素直じゃないところがあって、きっと大神さんに気を使わせたくなかったんだと思います。大神さん、別にスミレさんをいたわってほしいとかそういうんじゃないんです。ただもし大神さんがスミレさんのことを大切に思っているのなら、スミレさんにはスミレさんの事情があるってことを心に留めておいてください。少尉でしたか。私に何か用ですの。どうぞ、空いてますから。お説教ならごめんですわよ。さあ、何のことでしょう。私、身に覚えがありませんけど。誰から聞いたのか知りませんが、私はずっと遊んで暮らしていたのですわ。おかげでとても眠いんです。ちょうど今もお昼寝をしようと思っていたところですの。少尉、私のことなど気にせず、アイリスやコーランにもお顔を見せてあげてくださいな。彼女たちも少尉の帰りをずっと待っていたのですから。か、まあ入れ。お、ちょっと引き締まった顔つきになったようだな。結構結構。おお、おめえも隊員のことをちゃんと心配してるんだな。特にスミレのことが気になるんじゃねえのか。まあ無事に帰ってきて何よりだった。みんなにも顔を見せてやれ。ほら、今からちょいと一眠りするからよ。起こすんじゃねえぞ。まあね、前回の戦いで思い知ったからね。油断大敵だろ。おいおい、嘘言ってどうするよ。本当に牛を倒したんだよ、命がけでさ。手ごわい相手だったぜ。こんなの親父に比べればまだまださ。なんせ親父は熊を倒してるからな。ところで隊長、特訓の成果はどうだい。そいつは頼もしいね。頼りにしてるぜ隊長。
じゃあ、あたいはそろそろ行くよ。じゃあな、隊長。コウマがこの銀座に現れた。至急出動してくれ。でも米田長官、コウブが使えません。どうやって戦うんですか？心配するな。みんな格納庫に来てくれ。新型量子甲冑神武だ。もう隠しておきやがって。ただ新しいだけではないぞ。ほら、例のあれを見せてやってくれ。実験の結果もバッチリやったわ。それは量子甲冑の動力の伝達を最大限まで上昇させる装置だ。コーラン、あなたこれを作るために。コーランの特訓はこれを作ることでしたのね。まあそういうこっちゃ。よし、オガミ、出撃命令を出せ。今こそ見せてやるぜ。アイリスも頑張るも。花組の底力をお見せいたしますわ。神武、いよいよ力を見せる時が来たね。商品、覚えています？ダンスの約束。お忘れにならないでね。きっとこの私が教えて差し上げますから。Huh?